で今日は放射線の話ですから皆さんに理解して帰ってほしいのは放射線がどういうものかそしてそれが生態とどういう関係があるものかっていうのを今までにおそらくないような切り口でちょっと考えてもらいたいということです正正ししいいいかかくくないかは二の次と思ってくださいまず放射線とか原子力っていうのは昔からありましたよね。あったけども人間が知ったのはやっと100年ちょっとなんですよ。 だからといって放射線のことを知っていたから人間がちゃんと生きれるようになったかあるいは知らなかったから生きれなかったかまあ生きるという意味では変わらないですよねほとんど。ほんでも知ったのはおよそ100年ぐらい前にレンントゲンがこの液線を見つけたとということから始まって彼も別にあの放射線を調べようと思ってたんじゃなくて電子線の研究の途中でたまたま暗い黒い紙のでも通すような。 わからないものがあっ俺わからないからエクセント名前を付けたっていうことなんですがそれを見つけてそうしたらすぐに翌年ぐらいにアンリーベクレルがウランの鉱物の中に写真看板をちゃんと観光するものがあるってことを見つけたでそのすぐ後にこのキュウリー夫人がやはりラジウムとかポロニウムってうこういうものを見つけたんですが彼らの一番重要だったのは。 科学的な手法をしっかり使って放射線ここで X 線とか言っているもの放射線っていうものが何から出てくるかっていうのを突き詰めていくとこれは単独の元素原子からできているということを見つけているこれはどうしてかっていうと彼女なんかは完全なる科学者ですあの科学でケミカルケミシストリスですから分析もできてラジウムとかポリウムイを非常に純粋に取ることができて。 そうしていって、どこのところから放射能が出てるかという。見てみると、やっぱり原子っていうものが直接放射線を出しているものだでも、この当時、原子ってどういう構造をしているかです。みんな知らないんですよね。まだ分かってなかった。それでこの後にヨーロッパ中、世界中のいわゆる原子物理学者、その頃、原子物理学者と言ったかどうか分かりませんが。そういう人たちが特に。 イギリスのキャベンディッシュ研究所というところに集まってそこを中心にして本当数十年の間に原子の構造どういうものになっているかというのを見つけたということになります。でこの発見があってから50年後にその原子のいわゆる性質をうまいことうまいことっていうかうまくないように使ってやってはならない原爆の開発をしてしまったという事実になっているわけですね。じゃあ 原子はどうやっててできているかもうこの辺までいくとねみんなこう難しいからもう先生の話は聞くのは頭が痛いってよく言われちゃうんですけどまあ聞き流してくださいじゃあいろいろな物質は何からできているかこれよく分かってなかったんだけれどもずーっと調べていくと今皆さんの知識の中ではいろいろな物質っていうのは素粒子からできているこれは分かってますよねきっとね。だ素粒子何からできてますからていますととうそれ遡ると ビッグバンでどっかにあった宇宙じゃないですよどっかにあったエネルギーの塊がボンと爆発したそうした時に素粒子ができた私が学生の頃京大にあのホーキングっていうあの物理学者が来ていてあのちゃんと講演やってくれたんですけど私はさすがまだその時学生で質問はできなかったんだけども若い女子が一人質問してくれたのはじゃあ先生 ビッグバンより前は何があったんですかって聞いたらホーキングしばらくたんこう黙ってですね「神のみぞ知る」で終わったんですよ。日本人でなかなか神のみぞ知るで終われないよと思いますけど彼らはそれで済んだのかもしれない。でもこ去年のノーベル賞でビッグバンが起こってから素粒子ができるときに何が関与したかヒッグス粒子が関与したこれ皆さん知ってますよね結局光光エネルギーががが飛んでいるのが ヒックス粒子がその速度を速したことによって質量を持った僕まだよく理解できてないんだけどそういうことがあって素粒子ができたというのは知っておられるで、素粒子が固まって水素ヘリウムというようないろいろな元素ができたこれも皆さんある程度ご存知だと思います原子の共通の材料は三つの素粒子で陽子と中性子と電子であるこれは中学ぐらいで習いますよね陽子っていうのは 正に電化しているプラスの電荷を持った粒それから中性子は電荷のない粒そしてそれが質量が1だとすると電子はその1800分の1ぐらいの小さいマイナスの電気を持った粒これも大体教科書に書いてあることやから分かっていてじゃあそれがどういうふうに組み合わさると原子ができるかというと1個の陽子があって電子が周りを回っている。 プラスとマイナスでこれこの原子自身は電気的に中性になっている。これが水素という原子ですよね。だから陽子が2個になったらどう陽子2個に中性子2個でもいいし中性子まなくてもいいんですが陽子2個で電子が2個。電気的に中性になるとヘリウムという。で3個になるとリチウム。4個になると5個になるとって6個になると炭素。これ高校入試の時に必ずやりましたね。水平リウム、放炭の船って。 私の年代でもやったんやからここにおる人みんなやってると思うんだけどそういうふうになってその後にずっと原子核融合とかいろんな反応が起こって今現実に自然界にあるのは陽子92から7るウランまで人工的にはもっとたくさんのもできますけどもほとんどが不安定ですから安定してある程度あるのは92個のウランまでそういう原子がいろいろできたということは分かります。でそのの原原子子自身はは私とは関係ないないいわじゃんですよねこの原子が あなたたちの体も作るし、空気も作るこの辺のものも作っている一緒ですよね。で、これでノーベル賞を取る人と取らない人の差ができるんですけど、この原子核模型というのはもうみんな見てますよね。でも疑問持たないじゃないですか。ああ中に原子核があって周りに電子が回ってるんやっていくつかこの図間違いがあるんだけど、一番大きな間違いは。 中性子と陽子が固まっているうんふんって言うけどもね例えばパチンコ玉ここに持っててピッと持ってきて10個持っててバラバラと落ちるでしょそれどころかここ陽子はプラスですからプラスのものだけ固めたらどうなりますプラスとプラス反発しますよね絶対に固まらないんですだからこれが固まって真ん中にあるなんてことは図に書いてやっても考えちゃいけないんだけど私もっと早いこと言ったら ここういういとを気が付いたかもしれないと思うけどそれに気が付いたのは湯川先生な何で,、ね、でここで固まってるんやろうと考えてやっぱりそこのところには特別に陽子と中性子を結びつける仕組みエネルギーがあってそれを「肺中間子という名前をつけてもも,もしかしたら「永中間子とつけてもよかったかもしれないんだけど私が見つけなかったのは残念だと思うけどこれでノーベル,ーベル物理学賞をもらわれたんですよね。 だからこの廃中間してなんやっていうとさっきビッグバンではエネルギーが質量に変わりますよって簡単に言っちゃいましたねヒグスの粒子を使って。でも彼が考えたのはこれをくっつくときには一度質量になったいわゆる中性子とか陽子これがここで固まるときにその質量の一部分をもう一度エネルギーに戻してそれでここのところをしっかりと固めてるんです。その力の力力ことを核を固める力やから核力 という,ふうに名前を付けたらこ,ここで不思議なことがあるんですよ自然界ではほとんど起こらないようなこと何かっていうとエネルギーといういわゆる質量のないものが質量のものになり質量のあるものが質量でないものになるこれ簡単に行ったり来たりできるというこのこと普通には受け入れないですよねこれがペッてやったら光になって光飛んでたらこれまたできてくるそんなことはないと思っちゃいますよね自分たちの目の前で。でも現実 量子の世界、いわゆるアトムの世界ではそういうことが起こっているということを考えないと原子力のことはよくわからないと。で、原子力って何やってたら基本的にはここの核の中にこう固まっているもの、このエネルギーをその核をパカッと壊したときに余分なエネルギーが外に出てくるそれを使っているっていうのが原子力と思ってくればいいんですよね。でもこれの言うことの一番の問題はこれアインシュタインの相対性理論 E イコール mc 事情っていうのと。 この光の波長光は物質の質量はないんですけれどもこの振動ですね波長とプランクの上層をかけたものが一緒だという意味やからエネルギーと物質は同じとこれは誰が何と言おうとまあこれを理解しないと原子力とか放射線のことは理解できないんだけどあの福島なんか行ってお話ししていてもこういう一番基本的なところをまず押さえてもらわないとどっかで疑問が出てくるんだけど。 それを抑えるのは難しいから嫌だと自分だけあの助かればいい助かればそういう言い方ないな自分の安全が守れるように先生を教えてくださいって言うんだけどこのくらいのことは私たちが中学校高校の時には学校で習っていました生物のことは習ってなかったけども習っていたそれは今なんで日本人は習わないのか僕は大変不満に思っています。でね それをこのラファエロっていう人がラファエロにはダリという画家見,見られたことあると思うのでちょっとコケティッシュな顔をした人ですけどこの人こういう絵を描いたんですよねこれ見てみると人の頭のように思えますここに目があって鼻があって口があってで頭があるんですけどパラ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 っとこう儚い絵が多いでしょでも彼はねその絵のところに描いてるんです。 人いいうのは何でもないように思っているサイコロトロンよりエネルギーを潜在的に持ってますよというそれと同時にもう一つは of the いわゆる宇宙の単位というこれは物質の単位一つ一つのやっぱり物質が固まっていてそれがエネルギーになったり物質になったりということが宇宙と一緒ということでこの絵の言っている意味は何かってここにあ頭があるんで穴があるんですけどこれ日本ではあまり見ないんですけど 西洋へ行くと教会のドームのとこあ穴があってセンドグラスが普通入っていてそこから天国へつないでいるという日本で言ったら壺庭みたいなもんですよね壺庭四角四辺が囲まれている壺なる空間だけどもちゃんと上は空いてないと壺庭とは言わないんですよねあれ屋根があったら壺庭とは言わないということそれと一緒でここから宇宙に行っている。ということはどういうことか渡辺正美がおり南野垂邊さんがおられるけどこれあたかも違うように見えるけどもね 原子子ののレベのレベベルル量ったら一緒なんですよ全く変わらない。これほんであれですねドラえもんとかああいうレベルになるとね自分の体を量子のレベルまでじっと小さくしたらスルとここですり抜けていけるということでどこでもドアなんてそんなもんじゃないかなと私は思ってるんですけどまあそういうことをこの画家が見つけた見つけたというか考えていた。ででももも彼はうううすにに原子とかそういのうのが世の中に 分かってから活躍してますからなんか勉強してそういうことじゃないかと思ったかもしれないでもね例えば今皆さん仏教を信じておられるかどうか知らい,いや一応こうお経を挙げられるか知らないけど仏説マカハンニャハラミタ神経といって,っていわゆるあの仏典で一番短いお経あそこで肝心在坊座というから始まってですね途中で四季風異空風異色ってあるでしょ四季即是空空即 私若い頃はね色ごとやると虚しいとそう本当に思ってたんですところがそうじゃなくてやっぱり色っていうのは物質という意味らしいですよね。で空手のエネルギーだからエネルギーと物質っていうのは行ったり来たりするんで何かここで重要なものがあると思ったってそんなのは瞬間を変えれば何にもないと一緒だよとだから何かに執着しちゃいけないよということがこれなんだろうと思うんですよね。でも、まあ、釈迦が 活躍した時代にはまだ原ななんんてて分かってなかっっったんですよねきっとそれでもなんかじーっと考えた人がですよね哲学的にものを考えた人がこれに到達しているっていうのは非常に僕は感動しますねやっぱり物事っていうのはじっくり考えると物理学者でなくても宇宙物理学者でなくても原始物理学者でなくてもものの一番本質のところへ切り込んでいけるんだろう。 やっぱり教育ってそこまで持っていかないといけないと思うんでやっぱり日本の初等教育中等教育で一番欠けてるのは「哲学ですよ。アムア愛っていうこれをねなくしてしまったのが今の日本の一番まずいところだと私は常々言ってます。でそれベートーベン彼もまだ原始なんて知らなかったしビッグバンも知らなかったはずなのに「ベートーベン交響曲第9番」今月はどこでも聞けると思うんですけど。 第一楽章の冒頭のこれあの楽譜をここに書いてますけど彼はこれを演奏するときに何をせえといわゆる指示を出していたかというといわゆるビッグバンで万物が創生されて最初は混沌としてるんだけれども最後の最後にはそれが天国になって歓喜の歌になると。だから一一番最初の第一楽章はいわゆるカオスとして 表してほしいという書き方をしてるとものの本で読みましたでここからはまああの漫才みたいなもんですけどその意味ではねやっぱりフルトベングラーのタクトが一番いいと僕は思うんですよ皆さんどうぞ3000円ぐらい使ってね小沢誠二とカラヤンとフルトベングラーの大工今日の帰りでも帰って買ってですね帰って見てください聞いてください何を言いたいかというとね ベートートンがここをカオスに表したいそれをどういうふうに解釈するかは別なんですけども小澤誠二さんとかカラヤン非常に律なタクトを振られます交響曲の時にはこのタクトがピタッと止まったのが動き出した時に楽器を鳴らし始めるというのが大抵なんですけどこのフルートヴェングラーって人最後の頃ーブだったか知らないけどもちょっとこうタクトが揺れるんですって。 そうするとどこからやったらいいのか？っていうのが楽団員にわからないもんだから、結局最初が揃わないんですって。だから最初の一楽章ぐらいは楽器がうまい具合にこう揃わないで行って、しばらく経ってから揃っていく。これが一番いえやないか。これは僕の解釈ですから間違ってるかもしれないんですけど、どうぞ今1000円ぐらいで買えますから 3, 3つ買っていってですね。見てみてください。